小藤文次郎は日本の地球科学者。地質学、岩石学、鉱物学、火山学、地震学など幅広く活躍した。ドイツ地理学を日本に導入し、日本の地質学や地形学の溶濫期に活躍、貢献をした。また、多くの学生を育てた、岩見国ツアーの生まれ。 藩校の養老館で、漢学や蘭学を学ぶ。1870年、15歳の時、藩から大学南校に更新生として上京し、英語、理学を治め卒業する。1877年、創立されたばかりの東京大学理学部地質学及び最高学科に進学し、1879年、東京帝国大学理学部地質学及び、 最高学科の最初の卒業生、ナウマンなどに学んだ。1880年、ドイツに留学し、ライプツィヒ大学、ミュンヘン大学への留学後、1884年、29歳の時帰国し、東京帝国大学理学部地質学科講師に就任した。ドイツ留学中の1883年、東京大学地質学科と、 地質調査所の関係者によって地学会が結成され、地学会史が1885年に創刊される。1891年の脳尾地震の際には、発生から約2週間後に現地入りして調査を行い、後にその結果から断層地震説を発表した。調査の際に撮影されたネオダニ断層の写真は、1893年に、 小藤が発表した論文に掲載され、活断層の様子を生々しく記録した写真として、世界に広まった。この写真の撮影者については、小川和馬、瀬古康太郎、草壁金兵衛と複数の説が存在する。初めて、日本人の名前が付けられた鉱物として、小藤にちなんだ小藤石二が渡辺武雄によって1939年に発表された。 ありがとうございます。